では沖縄平和トーキング続けていきたいと思います。ですね、ハエバル、そして沖縄市中部の方、それぞれ違うルートなんですけども、特にですね、平和学習のためにぜひ訪れてほしいと思うような場所はありますでしょうか。まず井出さんから。はい、やっぱり私の場合はハエバルの陸軍病院号なんですけれども、ここは1990年に日本で初めて一番最初に戦争文化財として登録された場所なんですね。こういう場所をきちんと保存して戦争と平和を学ぶ学習の場にしようということで、町がそういう取り組みをしたんですけれども、その当時国では、今もそうなのかな、100年以上経ってない、遺跡は文化財として認められないっていう決まりがあったそうなので、町が、ハエバル町が独自に条例を作って戦争文化財として登録しました。原爆ドームがずっと早くなったんですけれども、でそこを学習の場としてきちんと使うために私たち平和ガイドが要請されて案内しているわけなんですが、ここは陸軍病院なので一般の人が入れないところです。そしてまた、ひめゆり学徒隊が動員されたということでも、有名な場所なんですけれども、そのうちの一つ20号号が、今公開されているということなんですよね。で、中に入ると当時の病院がこんなところだったのかっていう、それは本当実際中に入っていただきたいんですけれども、手掘りのトンネルで明かりもほとんどない、ろうそくや、簡易ランプがありましたけれども、ずぼんやりとした本当に 1.8 メートル四方の正方形のトンネルの中で、しかもその片側には90センチのベッドがあって、通路も90センチ、そんな狭いところを行き来しながら負傷兵の看護をしてたっていうようなところなんですね。で、ジメジメしているし、本当に暗いし、病院としてはとても私たちの想像はちょっと超えている。そうですね、換気も悪いですしね。そうですね、しかも今は匂いがありませんけれども、当時想像すると、ものすごい匂いが充満してたと思うんですね。で、南部撤退が決まってから、その陸軍病院も南部の方に移動していくわけなんですけれども、その時にそこでやっぱり何が起こったかっていうことも皆さんに知っていただきたくて、動けない兵隊は置いていかれたんですね。で、最初はトラックで連れていくよっていうような噂もあったんですけど、実際には青酸カリ入りのミルクが配られて、結局は自決を強要というか、もうそれを受け入れざるを得なかった。先陣君でも捕まるよりは死になさいという教えがあったし、軍としても、捕虜になって日本軍の秘密をばらされては困るということもあったので、病院って命を救うところのはずなんですけどね、生かすという選択肢が全くない状況だった、それが戦争なんだっていうことをまた皆さんにちょっと実感していただきたい場所ですね。で、戦争というとすぐに、国を守るっていうんですけど、本当に考えてほしいですね。本当に国とは何か、国を守るとはどういうことか、実際にどういう戦争とは何なのかと、本当に問わずしてですね、簡単に国を守るという人たちが多すぎると思いますね。本当どうですか。そうですね、やっぱり南部戦績を見ないと、沖縄のサル大戦の実態が分からないと思うんですね。そういう、まず一つにですね、この医師業を中心に学習をすると、そうですね。で、今回お姉さんには中部の方にちょっと焦点を当ててお話してほしいんですけども、中部のこのルートの中でぜひやはり皆さんに訪れてほしいなと思うところとなりますと。そうですね、だから先ほども挙げたように、ちびちり釜のことが重要だと思いますね。それから上陸地点ですね、そこの戸口にも上陸モニュメントがあって、茶谷にもあります、そこの違いがまたあってですね、またそういうモニュメントを見ていくと、いうことを、それから蒲の大佐の
中部の場合はですね、うん、もう激戦区は欠かず高台、あ、有名ですね、はい、映画にもなったところですよ ね、 そ う、 ですね、はい、そういう前座コーチが映画されてはいるんですが、はいはい、そういう名前は何でしたっけ、映画のタイトル、白リッチ、そうですね、ただあれ批判もありましたね、うん、あの兵士の戦いだけが描かれていて、うん、そこで右往左往して死んでいく住民の姿が一切描かれてないと、ね、本当ですよね、弱者沖縄の人たちの姿が描かれていない映画ってアメリカに結構ありますね、そうですね、特にあの欠かずの場合ですね、あの現在の状況、うん、特に普天間基地等を含めてね、うんうん、やっぱりあのどうしてもあのそれ戦争の悲惨さだけを教えるだけじゃなくて、うん、やっぱり現実戦争が今どういうふうに起こるかということを含めて、普天間基地のオスプレイ問題もね取り上げながらやるということ、だから過去から現在を見る、こういう教育が非常に欠かず高台では普天間地区あたりでは非常にできますね、そうですよね、なんか過去の教訓を生かすっていうことは結局は現在の問題を過去の教訓に照らし合わせて考えるってことなんですよね、なんですけども過去の教育だけは教訓だけをね、過去のことだけを学んで現在の問題を避ける人たちって結構いますよね、基地問題は避けるとか、うんうんうん、ですね、そうして言いますと本当に自分たちが今現在直面している危機っていうのが分からなくなるんですよね、そういうことをしていると、そうです、ね、はい、特に沖縄の場合ですね、もう我慢のことを教えないとダメですね、何ですか、我慢、ああそうです、やっぱり我慢が避難号でここで日本軍とこう一緒になってこうそこから起こる事件、虐殺関係が多いですね、だからそういう意味では我慢を取り上げるということはやっぱり非常に重要なことだと思います、そうですね、もう何度も沖縄戦の教訓として言われてきていることではありますけども、軍隊は住民を守らなかったと、軍隊が守るのはでは何かと、国体って言いますけど、じゃあ国体って何か、一部のお偉いさんなのかとか突き詰めて考えていくべきですよね、本当に、そうですね、はい、でどうですか、ツアーガイドをしてて特に印象に残った思い出とかありますか、そうですね、感想文私たちいつも求めるんですね、はい、できたら今回フィールドワークして何か感じたことありませんか、感想を書いてくださいということで、やっぱ特にこう証言者の声がね、だいぶ子どもたちには大きく反映しますね、子どもたちと言いますと大体何生徒、僕らは小学校小中高言いますが、はは、はい、特に中学校が多いんですが、はい、その場合の非常に例えば大城登録先生がいろんな虐殺の起こった状況を豪から追い出されて逃げていくところをこう日本兵が串刺しをしてきた、後ろから、はい、こういうことなど、それから瑞慶覧長峰先生がね、はいはい、ある人はもう実際にこう捕虜になる前に今の資料館の賢治の塔近くのところで起こるんで、ちょっと盛んになってるんですね、そこで日本兵がもう白旗を上げて降参したらこういう別に殺しませんということでやるんですが、この降参をしていく日本兵を追っかけていってね、この同じ日本兵が後ろからこうバサッと首を切るんですね、うん、これ生々しいですね、日本兵が日本兵、そうそうそう、降参していく、やっぱり裏切り者という、これそういうところ、なんかアメリカ軍のですね、うん、なんか手記というか、この
話している中でちょっとあの聞いたことがあるんですけど、あ、日本兵は同じ日本兵を殺しているように思われる、シームっていう英語を使って、うん、あの印象を変え、びっくりしたっていう感じで残ってますね、うんうん、そういう感想を聞いた時の子供って本当にあの胸が詰まってね、うん、本当かわいそうかわいそうというね、うん、こういうところのこの感想文を出しますね、うん、それは先生方もそうですよと、うんうん、教職員も僕らよく案内するんですが、うんうん、そういうことで、うん、本当に戦争でも無事だし残酷だということを、ね、語ります。あ、どうですか井出さんの。あのハイバルの場合はですね、ツアーガイドというよりは私たちがあの待機していていらっしゃるお客様を案内するわけなんですけど、本当にさまざまな個人のお客さん、団体のお客さん、修学旅行や地元の学校の、まあ、平和学習といった人たちが来てくれるんですね。で、私あのこれコロナ前のお話なんですけれども、基地関係の方もあの定期的にいらしてたんです、うん、であの初めて沖縄に赴任した方たちの基地関係といいますと日本人ですか？米兵です、はいはい、米兵だったり軍属の方だったり家族だったり、うん、そういう方たちなんですけれども、うん、初めて赴任した時に、まあ、一応沖縄の基本的なところを回るツアーみたいな、うん、戦績ツアーみたいなのがあるらしくて、うん、その中の一つにハイバルも入ってたんですね、うん、で、まあ、私も何度かご案内したことあるんですけれども、あの案内した後に出てくる言葉はやっぱり戦争はダメだよね、平和だよねっておっしゃるんだけど、まあ、それ聞くとすごく複雑というか、やっぱりお互いに平和を望んでいるのにどうして、ね、基地があるところに、まあ、勤めていてというか、そのところの矛盾みたいなのは感じたりしないのかなとか、まあ、私の方のね一方的な感想なんですけれども、本当に平和が一番だねって言うんであれば軍隊とかじゃない解決方法もないかなって、さすがにその面と向かっては言ったことはないんですけど、あの案内しながらそんな風に、うん、感じたことがありますね。そうですね、複雑な心境になりますよ ね、 そうですね。でま、基地自体が戦争のためにあるようなものですからね、うんうん、そうそう、自分たちがかつて攻撃した場所っていうか、そういうところを回って、まあ、直接見たわけじゃないけど住民被害のところを見てるわけですから、なんだけどどんな思いで回ってるのかななんてことはちょっと思ったことがあります、うん、そうですか。あのまあ大体あの平均的にどのような人たちが多いですか、人数的にも、うん、このガイド沖縄市平和ガイドネットワークの場合はですね、やっぱりあの小中高回ってあのこういうに案内しますからということでやるもんですから、だから小中高生、特に中学校があのこの沖縄市あの大戦についての沖縄戦の相当勉強したいという人たちが多いですね。これはあの土日を利用するんですか、それともなんか授業時間を使って、あの引率もそうそうそう、はい、そういうふうにしてあの総合の時間というのがあって、これをまとめ取りをするんですね、はい、こうこれ8時間ぐらい1日だからバスに、うん、あのこう6時間ぐらい乗ってね、子どもたちも朝から8時間特にあの北部の場合は大変な状況ですね、あのバス賃が高くてもうこの問題も非常に、あ、北部にも行くわけですね。僕らはもうみんな全県案内してるんですが、あの 北部もやるし、こう向こうもあのメカル小学校、あのアリメ小中学も何回かやっています。ハイバルはどうですか。ハイバルはですね、今も言ったように個人のお客さんだったり、あとご家族、あと団体さんも少ない、観光客っていうことですか。そうですね、観光の方、うん、それからやっぱり修学旅行の平和学習、うん、地元のハイバルの小中学校の平和学習といった形で利用される方が多いですね。で、地元の学校もちゃんとあの平和教育はされているわけですね。はい、してますね。ちょっと安心しました。はい、であの6月の平和月間には平和ガイドがあの各学校に出向いて、うん、まあ、あの戦争とか平和についての絵本の読み聞かせをしたりとか、うん、そういうことでも地元とあの協力して
定の学習をしています。やっぱりあの向き合いたくはないですよ ね、 あのね、人が殺された話とかね、あのむごたらしい話が多くなるわけですから、子どもたちもやっぱり拒否反応はありますかね、なんか聞きたくないとか、まあ、あの嫌だとか、はい、の場合はそんな拒否反応っていうのは特に私がガイドしている時にはないんですけれども、やっぱり学年に合わせてお話しする内容は少しずつ、まあ、変えたりはしますよね。なんか人は誰しも明るい話題が好きですからね、うんうんうん、ですけどもやっぱりあの向き合わないといけない事実とかね、あの過去とは向き合わなければ、あの現在に対してもきちんとした判断ができなくなりますもんね。そうですね、あの中上の場合はですね、やっぱり先生方が事前に、うん、あのシェアしてくれるんですね、うん、例えばあのレイブ問題もこの強姦の話はあのしないでくださいと、うん、あの子供にちょっと早すぎますとかね、うん、こういうような話が出たり、うん、あるいはあのウクライナ問題でも、うん、今度はあのロシアからの子供たちがいるんですね、あのある学校で、だからそういう場合よく気をつけて話をしてくださいと、うん、そういうふうに学校の先生方の状況がやっぱり入ってくるわけですね、こういうふうに生徒の状況ですよと、それに沿ってやっぱり平和ガイドをするということは非常に大事なことだと思います、うん、そういうことをやってますね。あの5の場合はやっぱり暗闇なので、暗いところがちょっと怖いっていう生徒さんはいますね、うん、そういう場合は無理には入らないで待ってていいよっていう形で、はい、今のこと非常に大事なことですね。例えば轟の後アブチラガマ等に置いてですね、子どもたちが非常にあの集団的に建物の神がかり的なちょっと霊が見えつるとか、はい、高いという、あ、そうですね、霊感のある子供たち結構いますよね、一人が泣き始めたらね、うん、もう4、5名、5、6名、10名ぐらいまで感染するんですよ。あ、そういう場合は即刻ね気をつけてやらないともう入れない、うん、あの大変なんですね、うん、こういうのがもう最初の場合は、うん、あって、うん、その経験を生かしながら、うん、私たちはできるだけ、うん、そういう子はいませんか、先生方と相談しながらやって、うん、この子はちょっともうやっぱりあの入れるのはちょっとまずいですということで、うん、入校はさせないと、こういうことがありますね。この間もですね、あの私の親戚にちょっと霊感の高い、うん、あの人がいてですね、10時ぐらいですね、夜 の、 あのちょっと車を走らせていましたら、ちびちり釜のあたりを通った途端にふわーっと風がバーッと吹いて、うんうん、あの運転席の方吹いて、その後からめまいがして頭痛がずっとあったっていうことなんですよね、うん、やっぱりなんかやっぱり霊が浮かばれない霊があそこら辺にいるのかなと、浮遊してるのかなとか思ったんですけどね。いますね、そういうと、ね、沖縄はまだまだそういうね、はい、場所がありますよね。そうですね、であの平和ガイドをしていて課題だと思っていることなどありましたら、これは問題だなと、ね、はい、一つはもう今こう考えてるのはですね、うん、やっぱりあのこう沖縄戦はみんなあの沖縄県中伝わってあの体験してるわけですから、やっぱこれをどうにか教育課程、うんうん、教官、はい、学校の、はい、当然もう勉強すべきだという必修科目みたいな、うん、あのこれが沖ないんですよ、うんうんうん、だからあの、うん、子どもたちはあの本土の子どもたちより帰って沖縄戦も知らないという状況が出てきたりします。そうですね、沖縄の歴史を教えないとダメだということはよく聞きますね、はい、これが非常に今問われているんじゃないかなと思いますね、うんうん、そういうことでまた実際に定期的に学習してそういう体制を作るということね、うん、非常に今問われてるんじゃないかなと思っています。そうですね、歴史教育って自分は何者であるかっていうアイデンティティ、これを樹立するのにも必要ですよね。
そうですね、今の話に関連すると本当に先生方が平和教育したくても自分たちがまず知らないっていうことがあるらしいので、これも課題ですよね。そうですね、だから先生たちにもそういう沖縄戦を知る機会がもっとあったらいいのかなっていうことと、あと平和ガイドとしてはやっぱりちょっとガイドの年齢がすごく今高齢化しているっていうこともあって、うん、その、まあ、継承の問題っていうのが一つあると思うんですね。でハイバルは定期的にさっきも養成講座してるって言ったんですけど、一番新しい、まあ、ガイドさんには高校1年生現役のガイドがいるんですね。偉いですね。私まだ30代のガイドさんとかもいるので、うん、比較的若手が多いんですけれども、うん、やっぱり他の団体さんのお話を聞くと、うん、ちょっと足腰がね弱っちゃったから対応できる人が少なくなってきてるようなお話も聞きますので、うん、やっぱり平和ガイドの育成っていうこと、定期的な、ま、育成みたいなこともこれからは問題になってくるんじゃないかなと思います。戦争体験者の方々はもうご高齢でどんどん、ね、なくなっていく中でね、また体験してない私たちがどうやって戦争を受け継いでいくのか、伝えていくかっていうことも本当に考えていかなくちゃいけない。そうですね、課題だと思います。私たちは今度長野県の、はい、松代大本営号を、はい、共にねツアーした仲間なんですけれども、うん、どうでしたか、この松代大本営号を見学して。本当に行ってよかったなと思いますね。この松代大本営の国体護持、はい、国体護持というのがよく沖縄の三十二の県も、ね、つまりは天皇護持ですよね、はい、国体護持で、はい、もう軍隊をこの中で天皇を守る、そういうことが本当に 目に見えるように僕は分かりました、うん、というのはこう3つの山があったんですね。一つは裏山、それから舞鶴山と、それから神山、何か水上山、最初の象山、象山ね、この3つの合わせて大本営と言いますね。これが一つの号だと思っていたんです。ところが天皇は舞鶴山において本当にそういうこう本当に天皇皇居を含めて、それを号として作られているというね、これを見て本当に当初からはっきり天皇を守る、こういうに、しかも東京から皇居からわざわざ長野に移る、しかもこういう10キロ以上のこのガマがね、こういうに掘ってあるという、そこにも異様なのびっくりしました。うん、そういうところで国体護持というのがね明確になったなと僕は思いま す、うん、 ですね。それだけでも本当にすごいなと思いました。そしてそこに7000名のね、ええ、そういう朝鮮人がそこで働き強制労働させられていた、ここも非常に分かりました、ね、なんか人は人の上に人を作らずじゃなくて人の上に人を作っているっていうことですよね。そうですね。はい、どうぞ井出さん。はい、私さっきも言いましたように沖縄の前は長野県にいたので、うん、松代大本営のことは知っていたんですけれども、うん、沖縄戦とのつながりっていう意味ではやっぱり長野の時あんまり見えていなくて、で自分がこっちに来て平和ガイドをやって今回また皆さんと一緒に行って、まあ、いろんなお話を聞いた中ですごく沖縄戦の整理ができたような気がしたんですね。その中で松代と32軍司令部号、そういったもののつながりもなんかすごくきれいにというかクリアに見えてきた感じがして、うん、沖縄戦の延長っていうのは松代号のができもう作るためにそれの出来上がりを待つために沖縄戦を長引かせたという話もありますからね。そうですね、時間稼ぎだったっていうね、それがとても、はい、それではまた CM に入りたいと思います、はい、で最後がですねエンディングになるんですね。
で、エンディングは5分ぐらいはありますよね。なのでお二人にはですね、あの例えばあの今後どういうことに力を入れて平和ガイドをしていきたいか、最後に一言とかね、そういうもので終わっていきたいと思いますので、どうしますか、はい、あ、これを先にしましょう、はい、この宣伝をちょっとしたいので、はい、それやった後で、はい、あの今後の平和ガイド、目指す平和ガイドはっていう形にしますね。これできますね、じゃあ、あのこれやりましたら、じゃあ最後に一言にしましょうね、はい、お二人には多分そんな時間ないと思いますので、うんうんうん、そうですね、今の流れでこれね、先ほどもね、ちょうどつながるのでね、はい、日時と場所とあとは、まあ、この資料台ですね、うんうん、これ行った方がいいですか、電話番号とか、これって見せられます、静止画で入れることはできますし、今動画撮ってるので、うん、ここの方に見せれば大丈夫ですね、はい、もうちょっと近づけてもらって、ね、こうやって話すときに近づけてくださいね、出した方がいいかな、光っちゃいますよね、そうだね、人ね、そろそろエンディング撮っても大丈夫ですか、そうですね、約5分ぐらいになります、わかりました、はい、じゃあいきますね、 3、2、1、はい、はい、それで私たちあの第32軍司令部号をの保存をあの保存公開を求める県民有志の会のメンバー20名があの長野県9月の初めに行きましたよね、あのその、経験を通して報告会をするということで、あの井出さんの方から宣伝をお願いします、はい、はい、ですね、あの先日の松代ツアーの報告会ということで、マイク沖縄県立博物館美術館で10月1日土曜日9時から12時の予定で、まあ、報告会を行います。入場は無料なんですけれども、資料代が500円かかります。ですね、あのいろんな感想があって、またあの沖縄戦を学び直すいい機会になると思うので、ぜひ皆さんいらしてください。10月1日の土曜日午前中です。はい、沖縄戦をもう別の角度から見る、そうですね、いい学習会になりますね、はいはい、それではですね、最後にあのお一人ずつ一言お願いしていきたいと思います。教職員研修ですね、今あの学校においては先生方が沖縄戦を知らなすぎる、うん、そして現実の問題も、うん、知らなすぎるということで、うん、教職員研修を強化する必要があると思いますね。そういうところに緊急に力を入れていきたいなと思っています。はい、井出さん、はい、ですね、戦争体験者の方がよくおっしゃるんですけれども、戦争は平和な時にしか止められないっていうふうにおっしゃるんです。確かにそうですね、で本当に今がその時じゃないかって思っていて、私たちの生活一見平和に見えるけれども実はそうじゃない、沖縄ではそれがものすごく危機感を持って感じられるんですが、ちょっと県外に行くとこれが見えなくなってる、でも一旦戦争への流れが作られちゃうと止められない、これは今のウクライナとロシアの状況を見ても、一旦始まったらもうどうやっても止まらないっていうのを私たちは目の当たりにしてますよね。だからやっぱり戦争への流れを作らない、これを本当に一人一人がもっと意識していかなくちゃいけないかなと思っています。で、私たちの今の行動が本当に明日を作るし、明後日を未来を作っていくので、本当に今平和のために戦争をしないために何ができるかっていうことを、まあ、あの平和ガイドとしても伝えていきたいし、個人としてもあのしっかり考えながら生活していきたいなと思っています。そうですね、あの戦争は急にもうドカーンとやってくるようなものでいて、実は突然やってくるものではないんですよね、準備されていくわけですよね、その準備が今行われていると、そういうことにしっかり
注目して自分はじゃあ今何をすべきかということを考えていかないと、今しか私たちは迫り来る危険、迫り来る戦争を止めることできないということですよね。でそれを私たちは訴えていく、そういう責任がありますね。はい、はい、これからも頑張っていきましょう。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。大丈夫ですか？大丈夫です。こんなもので